皆さんこんにちは。デザイン思考塾の青柳です。ベーシックセミナーシリーズボリューム5、薬物療法の基礎。今回のセミナーのプログラムは薬効薬理と副作用、高血圧と高圧薬、昇圧剤の話もありますね。そして利尿薬、血液凝固と抗血栓薬、いろいろありますよね。糖尿病と糖尿病治療薬、ステロイド、NSAIDS などの話をさせていただいております。セミナーの中身をこう見ていきますと、いろいろこうありますけれども、我々がですね、薬を処方するということがなかったとしてもですね、実際に患者さんに薬を投与する機会というものは非常に多いわけですね。ですから、薬の知識というものは当然知っておくに越したことはないわけです。薬の投与方法たくさんありますよね。内服と注射どう違うんでしょうか。あるいは舌下状にはどういう特徴があるんでしょうか。あるいは座薬ってどういう効果があるんですかね。座薬には座薬ならではの薬の効き方というものがあるんですね。ですのでそういったものもですね、しっかりと知識として持っておく必要があります。この内服を考えた場合には、これはですね、実は肝臓が大きな意味を持ってくるんですね。ですので、薬を投与した場合に薬がどう流れていくのか、肝臓、あるいは門脈なんですが、そういうところでどういう影響を受けるのかといった話をさせていただいております。あるいは交感神経や副交感神経、この辺の知識も重要ですよね。そして循環動態を考えた場合に、これはですね、全負荷、高負荷、心筋収縮力、心拍数という因子が重要になってきます。これが分かっていればですね、血圧の下げる方法、あるいは血圧を上げなければいけない場合に、どういう薬を使えばいいのかが、理解できるかと思います。そして、血栓ですよね。動脈の血栓症や静脈の血栓症、病院で仕事をしていると血栓症の患者さんがもういかに多いことかと。そして薬の種類もたくさんありますよね。我々が意識しておかなければいけないものにですね、血液がサラサラの薬というものがあります。よく聞きますよね。ですが、この血液のサラサラの薬というものは実は3種類あるんですね。どういう種類があるんでしょうか。これはですね、血小板の機能を落とす抗血小板薬、凝固因子の効果を削るですね、抗凝固薬、そしてあとはできてしまった血栓を溶かすですね、血栓凝解薬というものがあります。これは全て一言で言えば血液をサラサラにする薬なんですが、中身はかなり違いますので、この辺もですね、セミナーではお伝えさせていただいております。これがわからないとですね、患者さんは血液のサラサラの薬という理解でいいと思いますが、我々はですね、ちょっとね、血液がサラサラというだけではちょっと寂しいので、抗血小板薬と抗凝固薬、そして血栓凝解薬、この3つをですね、明確に区別がついている必要があるかと思います。あとは、腎機能も重要ですよね。腎機能も重要ですし、おしっこをですね、いかに出すかということが、臨床的には重要になってきますので、そういったお話、そして糖尿病多いですよね。糖尿病の患者さんが多いということが問題であるということと、糖尿病の薬もですね、またいろいろ薬があります。この薬もですね、ある程度どういう効果があるのかということは、知っておくに越したことはないと思うんですね。たくさんありますので、なんとなく勉強する気にならないなというふうに思うかもしれませんが、糖尿病の患者さんが非常に多い。そして、種類はですね、数は多いんですが、種類としてはそれほど多いわけではないので、その辺がね、すっきり整理できるようにお話しさせております、させていただいておりますので、この辺はですね、ぜひご期待いただければと思います。あるいはステロイド製剤や NSAIDS といわれる、これは消炎鎮痛薬、あるいは喘息の薬、胃潰瘍の薬、この辺の話もね、させていただいておりますので、ぜひですね、薬、僕らは看護師として仕事をしていく以上ですね、薬とはもう離れることはできませんので、基本的な薬の特徴、これを勉強しに来ていただければと思います。投与経路によってですね、薬効や観察のポイントが少し変わってきますよと。そして、どうしても副作用が、ね、出やすいという状況、特に高齢者ですが、そういう特徴、高圧薬、小圧薬、とても使えますよね。利尿薬、とても使えますよね。抗血栓薬、これもまた使えますよね。糖尿病、ステロイド、NSAIDS、喘息、消化性潰瘍治療薬、こういった知識はですね、一生使えるかと思いますので、
まあ、知っていればですね、防げる医療事故もあるかもしれません。ぜひ薬のセミナーも聞きに来ていただければと思います。